こんにちは、そこそこまあまあのワートリ考察チャンネルです。今回はですね、前回の動画である旧ボーダーの梅崎哲也の考察会を踏まえてのアモ月彦の解体新書シリーズの第2弾ということで、アモの考察をやっていきたいと思います。まあ流れ的にはね、いつもの解体新書シリーズになるんですけども、前半は少しアモの概要をやって、後半がまずアモ単独の考察をして、その後にですね、前回の動画の内容も踏まえて梅崎との関連性っていうところを見ていきたいと思います。そして最後おまけについては、今回考察したアモのキャラ設定っていうところを踏まえて考えていった場合の延長上にあるオスタムとの関連性っていうところを考えていきたいと思います。ということでね、尺はちょっと長めになると思いますけども、やっていきたいと思います。ということで、まずアモの概要から見ていきましょう。アモ月彦はボーダー所属のブラックトリガー扱いであることから S 級隊員となっていて、BBF 上ではノーマルトリガーを使う時のポジションとしてはオールラウンダーという扱いになっています。年齢についてはね、16歳で、高校については普通校で1の A に所属をしているような感じになっています。ボーダーの入隊に関しては3年くらい前とされていて、同じ時期に入隊している隊員としては、戦闘員だと泉、オペレーターだと嵐山隊の綾辻、荒船隊の鏡といったメンバーで、影浦や鳥丸よりも前にボーダーに入っているというような感じになっています。物語開始時点では、ジンさんと並ぶブラックトリガー扱いで、単純な戦闘力ではボーダー最強戦力と言われています。まあ、ただですね、普段の速攻の悪さから慎重に扱うことが徹底されているというふうに BBF で書かれていて、実際にブラックトリガーを使った戦闘では細かい描写はないんですけども、広範囲をさら地にするというような破壊力を披露しています。パラメーターについては現状明らかになっているのはノーマルトリガーを装備した時の能力値なんですけども、まあ、総合値に関してはね、まあ、54ということで、ノーマルトリガーを使った場合でも A 級隊員レベルの実力があるということがわかります。しかもまあ細かいパラメーターを見ていくと、士気が2というところで、そこの部分で数字がかなりね低めになっているので、他の隊員と比べると戦闘力っていう観点でいくと、ノーマルトリガーでも A 級の中でもかなり上位の実力があるんじゃないかなということが考えられます。で、まあトリオン値が9ということで、まあベースのトリオン値が高いので、まあこの辺はサイドエフェクトを発現しているということも関連していると思います。続いて攻撃が9、防御援護9ということで、まあ印象としては攻撃偏重のタイプなのかなと思いきや、オールラウンダーのね、ノーマルトリガーを装備している時のアモに関しては、まあ攻撃と守備のバランスも比較的いいのかなと思われるということに加えて、まあ軌道が7あるということで、いわゆるね、まあ普通のガンナーシュータータイプよりも、まあ機動力はあるということで、アタッカーをね、まあベースにしているタイプのオールラウンダーなのか、嵐山隊のね、まあ嵐山トッキーの2人みたいな感じで、まあ射撃をベースにしつつ、スコーピオンとかも使えるようなタイプなのか、みたいな感じの、まあどちらかのね、まあ方向性のプレイスタイルに近いんじゃないかなということが軌道から考えられます。で、まあ技術に加えて射程も5と高くて、まあガンナーシューター系で射程が長いっていうところでいくと、まあトリオン値が高いので、まあ二の目矢がね、まあ6で一番高いかなというところと、あとは放物線上に打ち出すっていう部分で、まあゾエさんが6あって、その次でいくと泉が射程が5っていう形になっているので、まあ泉と同等の射程を持っているということが考えられるので、まあそう考えていくとですね、まあここがまあシューター用のトリガーなのかガンナー用のトリガーなのかっていうところによって若干の違いはあるとは思うんですけども、まあ基本的にね、まあそういった戦闘スキルっていう部分は非常に高いね、普通にね、ノーマルトリガーを使う隊員だったとしても貴重な戦力となるんじゃないかなということがね、パラメーターだけを見てもわかるかなと思います。で、続いて作中でのアモ表ということで、ここに関してはね、さっき言ったところと重複するんですけども、最初にね、まあアモの名前が出てきた時のアモの評価としては、まあそこに問題があるんですけども、ジンさん以上の戦闘力を誇るボーダーの最強戦力だということが言われています。で、まあ実際にね、木戸さんがアモを投入しようとした時に対して、まあ篠田さんが街をめちゃくちゃにする気かというふうに、まあ危惧するということで、まあ、そんな感じでですね、まあ出撃させるだけで街がめちゃくちゃになるというふうに危惧されるような危険な存在であるということが作中のアモ評かなと思います。で、まあこのボーダーの最強戦力っていう観点を他の漫画の観点でまあ分かりやすく見ていくと、一つはね、まあワンピースに出てくる海軍本部の最高戦力である海軍三大将だったりとか、あるいはね、まあナルトに出てくるコノハの里でまあ最強と言われているヒューガ一族のような存在なのではないかなということで、そう考えていくとね、なんか違う気もしてくるんですけども、まあアモに関してはボーダーの最強戦力ということですね。続いてアモのブラックトリガーについてですけども、現状アモのブラックトリガーについては戦闘描写がないので、まあ分かっているのはシルエットの部分と、使った後にね、周りの状況がどうなっているかっていう状態だけなんですけども、まあ、そのシルエットを見ても明らかにね、まあ、人外の存在を思わせるような、まあ、異様な風貌をしていて、まあ、根月さん曰くアモの戦っている姿は人間離れした姿というような表現になっています。で、まあ、それに加えて、アフト進行で見せた、まあ、破壊力っていうところも相まって、まあ、よりね、異様さを際立たせて、謎の存在となっている状態のまま、しばらく時間だけが経っているというような状況ですね。
まあそんな感じだったんですけどもね、去年ですかね、突如 Q&A コーナーでアモーのブラックトリガーは Q モーダーの梅崎哲也であるということが明かされて、まあそれによってね、ちょっと界隈がざわついていて、アモーに対してね、少しまた注目が集まっているというような状況ですね。そんなね、まあアモーのスタイルなんですけども、まあ分かっているところに関しては開放的な空間を劇的に演出する戦場の匠だということで、戦場に出るとですね、まあ雑魚相手にもめんどくさいという理由で手加減せずに、まあ辺り一体をさら地にしてしまうというような、まあそういったね戦い方をするということですね。じゃあまあ歌側からはパワー型と言われていて、まあ BBF でも全てを破壊するというような言葉で表現されているということで、そういった表現から考えていくと広範囲に無差別攻撃をするようなタイプのトリガーなんじゃないかということが考えられます。そんな感じでですね、トリガーだったりとか戦闘に関してはかなりね、豪快な感じの印象があるんですけども、サイドエフェクトについてはね、まあどちらかというと分析型のね、ちょっと緻密な感じの印象の能力になるかなと思います。アモーのサイドエフェクトは、相手の強さを色で識別するという能力で、まあ実際にガロプラ戦では肉眼ではなくて、モニターからも有効だったために、まあ相手の戦力の把握だったりとか、まあ人型ネイバーがね、トリオン兵に擬態している、まあそういったね、違和感というか違いを見抜くといった点も踏まえて、まあ分析だったりとか戦術に非常に有用なサイドエフェクトだと言えると思います。で、まあ現状出てくる描写はこれぐらいなんですけども、このね、サイドエフェクトの特性っていうことを考えていくと、まあアモー自身のね、戦闘っていうところも含めて考えていくと、相手のね、まあ強さっていうところを把握することができるということで、戦闘する前の段階で非常に、まあ、有効な、まあ、サイドエフェクトなのかなと思いますね。特にね、まあ、どこにどういう戦力を当てるかっていうようなのを考える時だったりとか、あるいはね、まあ、ビザ王みたいにものすごい強敵がね、いるっていうことがね、サイドエフェクトによって分かれば、まあ、その強敵を避けるっていうこともできるので、そういう部分でね、まあ、ジンさんのサイドエフェクトとはまた違った意味でね、戦う前の段階で、まあ、非常に有効なサイドエフェクトなのかなと思う一方で、まあ、アモ自身の戦闘中っていうところだったりとか、まあ、あるいはね、そのブラックトリガーとの親和性っていうところで考えていくと、まあ、そこまでねお互いの相乗効果があるかなっていうような感じではないので、まあそういう意味では風神とね、まあ、ジンさんの未来予知みたいにその2つが合わさることによってそれぞれのね性能をさらにお互いが高めていくみたいな感じではないのかなっていうような印象ですね。あとね、まあアモの交友関係っていうところに関しては、まあ、元々ねほとんど情報がなかったという状態で、まあ BBF の関係図っていうところに関しては木戸さんと篠田さんが上司で、まあ、ジンさんがブラックトリガー仲間とだけ、まあ、表記されていたというような感じですね。ただね、まあ、この後少し触れるところでもあるんですけども、まあ、ジンさんのね、あの防衛の領域っていうところをね、引き受けるっていうことを頼まれたことに対して、まあ、渋々ではあるんですけども、まあ、ボンチ上げだけでね、引き受けたりはしているっていうのを見ると、まあ、ある程度ね、ジンさんとアモーっていう二人のね、まあ、関係性っていうところに関しては、まあ、それなりにね、お互い意思疎通だったりとかね、まあ、貸し借りじゃないですけども、まあ、そういうことができるぐらいの、まあ、関係性があるんだな、ということが、ま、読み取れると思います。まあ、そしてね、まあ、単行本25巻のカバー裏の中で、一条ゆきまると、まあ、アモーの仲が良いということが、まあ、発覚をしたということで、まあ、ゆきまるがね、ブラックトリガーのアモーに挑み続けた結果、まあ、仲良くなったというふうに、まあ、言われているので、この辺のところがね、まあ、自分より確実に強い相手に対して挑み続けるっていうゆきまるの姿勢を見て、単純なね、まあ、戦闘能力っていうところ以外も含めた強さみたいなところを認めたということになるのか、まあ、あるいはそういった強さとは、まあ、別の観点で友人になったのか、みたいなところがね、まあ、今後もう少しアモーの、まあ、描写が出てくることによって、まあ、その辺のね、まあ、価値観というか、まあ、その辺の部分ももうちょっと見えてくるのかなと思います。といったところがね、まあ、単行本の範囲の中でいくと、まあ、現状のアモーのね、まあ、概要になるかなと思うんですけども、個人的にはね、まあ、やはりウルティマが普通のやつになり下がってしまった今こそね、まあ、素行が悪いと言われているアモーにはね、本当の素行の悪さというようなものを発揮して、まあ、前評判にね、たがわぬポテンシャルをね、発揮してほしいかなと思います。それではね、まあ、アモー月彦のモチーフだったりキャラクター設定というところを考察していきたいと思うんですけども、まあ、アモーのモチーフについては日本神話にも出てくる、まあ、スサノオノミコト、まあ、スサモノではないかなというふうに思います。で、まあ、やはりね、スサノオといえばヤマトノオロチを退治したというのが、まあ、有名なね、神だと思うんですけども、まあ、兄弟にね、まあ、チカちゃん界の考察でもやりましたけども、まあ、アマテラスと、まあ、あとはツクヨミという、この三者のね、まあ、神が三騎士と言われているような、まあ、割と有名な神になってくるんですけども、その中での、まあ、末っ子みたいな感じの位置づけになってますね。スサノオについてはね、まあ、諸説はあるんですけども、まあ、アマテラスが高天ヶ原っていう、まあ、天界みたいな位置づけの場所を治めるみたいな感じになっていて、で、まあ、ツクヨミについてはね、まあ、夜の世界というか、まあ、夜の国を治めるみたいな形で言われていて、で、スサノオについてはね、まあ、青の海原という、海
海を治めようみたいな感じの、まあそういった指示を出されていて、西洋の神だとポセイドンみたいな位置づけだと思うんですけども、まあそういったね、治めようというような指示を断って、まあ母親のいる国に行きたいと、まあ泣き叫んで、まあその結果、まあ追放されるみたいな一面を持っていたりだったりとか、まああるいはアマテラスが治めている高間ヶ原で、まあ粗暴な面ということを非常に見せていて、ここに関してはね、非常に乱暴な神みたいな一面なんですけども、その後のね、まあ追放された後の出雲では、先ほど言ったようなね、ヤマタノオロチを退治することによって、まあ英雄になっているみたいな感じでですね、まあ非常にまあいろんな側面を持っているような、まあ神かなと思います。まあそういった面があることから、まあ軍神だったりとか、まあ暴風雨の神、あるいはね、まあ疫病退散みたいなことだったりとか、まあ様々なね、まあ、面で祀られて信仰の対象となっているような感じです。じゃあね、まあ、なんでアモがこのスサノオだと考えられるのかっていうところの様子を見ていきたいと思います。まあ、まずね、一番直感的に分かりやすいところでいくと、まあ、素行の悪さっていうところかなと思います。まあ、アモの素行の悪さについては実際に何をしたかっていうところは明かされてはいないんですけども、まあ、スサノオのね、素行の悪さというか、まあ、そういったね、粗暴凶悪な逸話っていうところを見ていくと、自分のね、まあ、姉であるアマテラスに挨拶に行こうとしただけで、アマテラスからね、スサノオが攻め込んでくるんじゃないかと警戒をされてしまったりだったりとか。で、まあ、その後実際に、まあ、アマテラスのいる高間ヶ原で、まあ、非常にね、まあ、粗暴な行いを繰り返したということで、アマテラス自身がね、まあ、それによって、天の岩戸に隠れてしまうっていうことを引き起こしてしまったりだったりとか。あとはですね、まあ、大月姫という、まあ、神に、まあ、食べ物をくれと凍ったんですけども、それに対してね、その大月姫っていう、まあ、神がですね、まあ、自分の鼻だったりとか、口だったりとか、お尻からだったりとか、まあ、いろんなところから食べ物を出したんですけども、まあ、それをね、まあ、見て激怒して、まあ、その大月姫をまあ殺してしまうみたいなね、まあ、そういったエピソードがあるなど、まあ、非常にね、乱暴というかね、まあ、そういった素行の悪さがあるような要素があります。といったね、まあ、気象というかね、まあ、そういったところの荒さみたいなところがね、まあ、まず直感的にね、ちょっとアモと、まあ、スサノオが少し共通するんじゃないかなというのがね、一番最初にね、まあ、アモを見た時に僕が感じた印象っていうところではあったんですけども、それだけではさすがにね、要素としては弱いので、まあ、毎度解体新書シリーズでおなじみね、名前からの考察ということで見ていきたいと思います。ということで、まずアモという名字についてなんですけども、これまでね、まあ、このチャンネルでも何本か、まあ、解体新書シリーズということでいろんなね、まあ、キャラクターの名前っていうところからね、まあ、考察をしていったんですけども、まあ、そこの中のね、割と特徴としてよくあるのが、まあ、その名字自体っていうところが特定の人物だったりとか、まあ、あるいはエリア地域みたいなところを示唆しているっていうようなケースが多い印象なんですよね。なんですけども、まあ、アモという名字でですね、まあ、それによって特定のね、何か地名だったりとか、まあ、人物っていうことがね、割とパッとこう想起されるような感じではないので、ちょっとね、まあ、ひねりが加えられているんじゃないかなというようなパターンだと考えられるので、まあ、天鳥兄弟の回だったりとか、まあ、あるいはね、前回の梅崎のパターンみたいな、まあ、いくつかね、いろんな視点で、ちょっとね、その名字っていうところを掘り下げて考えていったんですけども、その解釈として一つあるかなと思うのが、アモーの名字のところから、雨の幅切りっていうことが由来しているんじゃないかなということが考えられます。雨の幅切りっていうのは、まあ、スサノオが所持していた、トツカの剣と言われる、まあ、剣ですよね。まあ、その剣を用いて、まあ、ヤマタノオロチを退治したと言われているような、スサノオの武器になります。で、まあ、そのね、雨の幅切りっていうのが、まあ、雨の村子も、まあ、いわゆる草薙の剣ですよね。と、まあ、混同されがちになるんですけども、雨の幅切りっていうのは、ヤマタノオロチを倒す前から、まあ、スサノオが持っていて、まあ、ヤマタノオロチを切ったっていうような剣が雨の幅切りになっていて、で、まあ、雨の村子については、まあ、ヤマタノオロチを切った時の、まあ、ヤマタノオロチの、まあ、尾というか、まあ、尻尾からね、まあ、出てきた剣っていうのが雨の村雲と言われています。で、まあ、その後にね、雨の村雲については、まあ、アマテラスに献上されて、まあ、その後にいわゆる天皇家というか皇室に三種の神器として引き継がれていくんですけども、まあ、その後にね、まあ、ヤマトタケルの話の中でね、草薙の剣っていう呼び方に変わっていくんですけども、そういった感じなので、まあ、草薙の剣と違って雨の幅切りっていうところについては、まあ、もともとスサノオが持っていた剣ということになります。で、まあ、ジャンプを読んでる人だとね、まあ、ワンピースの中でね、まあ、光月おでんの刀の一つとして雨の幅切りが出てきているので、まあ、そういったところからね、まあ、名前は知っている人はいるんじゃないかなと思いますね。といったところがね、まあ、まずスサノオなんじゃないかなと思わせる要素の一つですね。続いて名前から読み解く要素としての二つ目としては、アマテラスと月読みということで、アモ月彦っていう名前の中には、まあ、天と月の、まあ、ある意味ね、対となるような文字がそれぞれ一つずつ入っているということですね。この天っていうところは太陽を指していて、で、まあ、神でいくと、先ほど言ったように、アマテラスをね、まあ、漢字で書くと天正大臣みたいな形で書くので、そこの天の字が入っているということですね。で、月については、まあ、夜を指していて、で、まあ、そのね、まあ、月読みあるいは月読みの御事っていうところの、まあ、名前のところにも、まあ、月っていう字が入っていて、で、まあ、この二人についてはね、まあ、先ほど言ったように、まあ、スサノオの兄弟
大神で、まあ、三騎士って言われるような、まあ、割とね、こう有名な神っていうくくりになってくるので、まあ、そういった二人の名前が入っているっていうところが、このね、天羽月彦っていう名前のところが、まあ、スサノオをね、ちょっとこう、匂わせているんじゃないかなというふうにね、まあ、解釈できるんじゃないかなということですね。まあ、そんな感じでですね、まあ、天羽がスサノオなんじゃないかということで、まあ、いろんなものを見ていくとですね、他にもまあ、スサノオとの関連性を思わせるような要素があって、まあ、それがね、プロフィールの中にある天羽の好きなものっていうところの中にもあるのかなと思います。で、まあ、天羽のプロフィールでの好きなものっていうのは、一番最初に書いてあるのが水で、で、その次にハンバーガー、チョコレート、強い相手との戦闘っていうふうに、まあ、4つ書かれているんですけども、まあ、そこの中でスサノオとの関連性を思わせる要素が2つあるかなと思います。まあ、1つが水ですね。で、まあ、ここについては、ヤマタノオロチを退治したというところが、まあ、関連してるんじゃないかなということと、強い相手との戦闘っていうところに関しては、まあ、スサノオ自身が、まあ、軍神として、まあ、祀られているっていうことだったりとか、まあ、先ほどのヤマタノオロチとの戦いの中で、雨の幅切りをね、まあ、使うんですけども、その雨の幅切りが欠けてしまうんですけども、まあ、そういったね、まあ、戦いみたいなところを示唆してるんじゃないかなということが考えられます。まあ、それでね、まあ、一つ一つの様子を見ていきたいと思うんですけども、ちょっと順番逆になるんですけども、まあ、わかりやすいので先にね、強い相手との戦闘っていうところを見ていきたいと思います。で、まあ、ここに関してはね、先ほど言ったように、まあ、スサノオ自身がね、まあ、軍神としてね、まあ、祀られているというような側面があるので、プロフィールの中にね、まあ、戦闘を好むっていうところを入れることによって、まあ、こういったね、まあ、様子を引き立てているということが考えられます。それプラスですね、まあ、強い相手っていうところの要素でいくと、ヤマタノオロチをね、まあ、退治する戦いの中で、先ほど言ったですね、まあ、スサノオが持っている、まあ、雨の幅切りで、まあ、オロチを切り刻むんですけども、まあ、そのね、まあ、オロチを切り刻んだ際に、まあ、その雨の幅切りは欠けたというふうに言われているんですけども、まあ、そういったところも踏まえて、まあ、ただ単にね、戦闘を好むんではなくて、まあ、強い相手を好むっていうようなところとかもね、少しね、関わってくるんじゃないのかなと思います。続いてね、水っていうところになってくるんですけども、ここに関してはね、ヤマタノオロチを退治した一件っていうこと自体が、まあ、水っていうところを象徴しているんじゃないかなということが考えられます。というのがですね、まあ、ヤマタノオロチってのは山の神っていうふうに言われていて、特にね、まあ、水だったりとか雷とかを司るような、まあ、その地域のね、まあ、山の神だというふうに、まあ、考えられていて、まあ、そのね、ヤマタノオロチと戦うきっかけになるのが、まあ、そのね、ヤマタノオロチの生贄になりかけていった、まあ、そのクシナダ姫という神を、まあ、助けるためなんですけども、まあ、このクシナダ姫っていうのは、まあ、稲田、まあ、要は田んぼですよね。っていうところの、まあ、女神だというふうに言われていて、まあ、そういったことからですね、まあ、このヤマタノオロチを退治した話っていうのは、この地域のね、まあ、川の氾濫だったりとか、まあ、その治水っていうところをね、まあ、象徴しているんじゃないかなというふうに言われているといった側面もあるので、まあ、そういったね、まあ、スサノオ自身が、まあ、水を制したっていうところが、まあ、このアモのプロフィールの水っていうところに関わってくるんじゃないかなと思います。で、まあ、そういったね、好きなものの要素っていうのが、まあ、そのキャラクター設定みたいなところに反映されているんじゃないかっていうような、まあ、例に関しては、まあ、アモ以外にもね、まあ、チカちゃんのね、パターンでもそういったことがあるかなと思っていて、まあ、チカちゃんの好きなもので見ていくと、まあ、小動物、子供、白いご飯、働くことっていう風になっていて、細かくはね、まあ、チカちゃんの考察から見てほしいんですけども、白いご飯に関しては、まあ、チカちゃんのモチーフだと考えられる、アマテラスへの供え物としてね、宮中祭祀みたいなところで扱われているものになっていて、で、働くことっていうところに関しては、まあ、勤労感謝の日が関連しているかなと思っていて、で、その勤労感謝の日っていうのは、まあ、もともと新嘗祭っていう宮中祭祀のね、日なんですよね。で、まあ、その新嘗祭っていうのが、まあ、そのアマテラスに対して、まあ、作物をね、備えるっていうところで、で、まあ、その備え物が米っていう感じになってきて、まあ、そういった感じでですね、まあ、モチーフを想起させるようなものがね、結構プロフィールの中に散りばめられているっていうことがね、まあ、他にもあるっていうことですね。で、アモに関してはね、まあ、やはり好きなものの一番最初に水が来るっていう形になってるんで、まあ、よっぽどの変わり者っていう可能性はあるんですけども、普通好きなものの一番最初に水ってあんまりあげないと思うんですよね。まあ、なので、ここの好きなものの最初に水っていう風に書かれているっていうことが、アモのね、まあ、キャラクター設定的なところでね、まあ、結構関わってくるんじゃないかなと思って、まあ、そこでね、少し掘り下げていったみたいな感じのイメージですね。続いて、アモのデザインイメージは捨て犬というところで、アモのカバウラの紹介の中で、まあ、アモのね、まあ、デザインのイメージについては捨て犬だという風に芦原先生がね、まあ、言っているんですけども、これをね、まあ、スサノオの方でね、まあ、考えていくと、スサノオに関してはね、まあ、その海原を治めるっていうような、まあ、指示というかね、まあ、そういったところに対して、まあ、断って、まあ、それによってね、まあ、高間ヶ原を追放されているというね、そういったね、まあ、エピソードがあるので、まあ、そのね、まあ、追放されたっていうのはね、まあ、ある意味捨てられたっていうようなね、まあ、感じでも受け取れるので、そういう意味ではね、まあ、スサノオ自身もある意味で捨て犬なんじゃないかなといったところもね、ここがね、まあ、どこまでリンクさせてるかっていうのはあるんですけども、まあ、要素としては共通しているのかなと思います。
まあ、そんな感覚でね、まあ、アモのフォルムを見ていくとね、まあ、それがね、まあ、神代のね、頃の、まあ、神だったりとかね、まあ、そういったものの姿に、まあ、見えてきたり来なかったりするみたいな感じかなと思います。続いてね、作中描写の中でのちょっとリンクしそうなポイントっていうところも見ていきたいと思います。で、まあ、そのポイントとしては、ジンさんの頼みを渋るということで、アフト進行でジンさんの担当区域の防衛っていうところを追加でアモーが頼まれる描写があると思うんですけども、そこに対してはね、ポンチ上げをもらって結果的に引き受けてはいるんですけども、まあ、渋るっていうような素振りを見せています。で、まあ、ここの部分についてはね、まあ、先ほどもちょっと触れましたけども、まあ、スサノオがね、まあ、高間ヶ原で海原を治めるように言われたんですけども、それを断っているって言ったところの、まあ、少しね、性格的な、そういった要素が、まあ、少し共通しているんじゃないかなと思います。で、まあ、ジンさんの頼みについてはね、まあすんなりとね受け入れているんですけども、まあ、実際結構アモーに頼み事をするのは難しいんじゃないかなと思っていて、もともとはねちょっと細かすぎて伝わらないシリーズでやろうかなと思ってたんですけども、まあ、ガルプラ戦の作戦会議の中で、まあ、アモーのね最大エフェクトを活用するために、まあ、アモーの投入っていうところを東さんが進言をするんですけども、その後にね、まあ、篠田さんが打診をしておこうっていうような発言をするんですよね。で、まあこれがね誰に打診をするのかっていうのが結構ね、まあ、読んだ当初から疑問に思っていて、まあ、普通に考えると篠田さんが木戸さんに対してアモのね、まあ、投入の許可を取るために打診するっていうような文脈かなって思うんですけども、この作戦会議のね、まあ、場に木戸さんは同席している形になるので、それでいくとね、まあ、打診しておこうと言わずにその場で木戸さんに許可を取ればいいだけの話ではあるので、まあ、そう考えるとね、まあ、木戸さん以外で打診をしなきゃいけない対象がいるっていうことになるんですよね。そう考えた時にね、まあ、アモのバックに誰かいるっていうこともあるかもしれないんですけども、まあ、シンプルに考えるとその場で命令として決定をするっていう形の前にアモに対して、まあ、それを打診して、まあ、合意というかね、まあ、あるいはアモの承諾みたいなことを、まあ、取ることが必要な、まあ、性格というかね、まあ、そういった存在なんじゃないかなというふうに、まあ、ちょっと個人的には考えていて、まあ、その辺の要素っていうところが、まあ、さっき言ってたね、ちょっとその頼まれたところを渋るみたいな、まあ、ちょっと面倒くさがるというかね、まあ、そういった部分があって、まあ、特にね、まあ、ガルプラ戦に関しては戦闘ではなくてモニター役みたいな感じになってくるので、まあ、そういったね、まあ、面倒くさいというかね、まあ、つまんない、まあ、役回りっていうところをアモに承諾してもらう必要性があるんじゃないかなとちょっとね思ったりしますね。あとはアフト進行後に特急先行を獲得しているということで、アモのね、まあ、登場からアフト戦の後までの流れっていうところでいくと、まあ、速攻の悪さだったりとか、まあ、そういった戦闘の破壊力みたいなところの結構ね、やばい感じの要素っていうところが、まあ、あらわになった後に、特急先行で、まあ、非常に評価をされているというような、まあ、感じになっているんですけども、この辺の少し転換みたいな感じのところに関しては、まあ、スサノオ自身の、まあ、わがままだったりとか、まあ、あるいは粗暴な面っていうところが強調された後に、英雄的な評価を受けているみたいなところの、まあ、マイナスからプラスじゃないですけども、まあ、そういった転換みたいな部分が、まあ、少しリンクしているんじゃないかなとも思います。ここからはね、まあ、ブラックトリガーの元となった梅崎哲也との関連性っていうところを前回の動画の内容も踏まえて考察をしていきたいと思います。ということでね、まあ、前回の動画の内容と重複する部分ですけども、梅崎哲也のモデルに関しては平安時代の貴族、政治家である、まあ、菅原道真ではないかなと前回考察をしています。梅崎が、まあ、菅原道真だとすると、まあ、なぜね、アモというか、まあ、スサノオと関連するのかっていう結びつきっていうところがね、このね、まあ、両者っていうところでは時代も全然違いますし、かたやね、まあ、神で、かたや貴族、政治家みたいな形なので、まあ、そこのところが、まあ、結びつかないなっていうのはね、まあ、最初の時点で僕も思ったところではあるんですけども、まあ、2者の関連性っていうところのポイントにね、まあ、なるかなと思う要素としては、1つ目が、まあ、怨霊、たたり神であるということですね。まあ、特に、まあ、雷神っていうところの要素が大きいかなと思います。2つ目がですね、まあ、菅原道真の一族の出自っていうポイント。主にね、まあ、この2つがポイントとしては大きいかなと思っていて、それプラスですね、まあ、ちょっと打足にはなるんですけども、ちょっとね、まあ、関連がありそうだな、みたいな要素そうね、まあ、いくつかチョイスをしているので、まあ、その辺のところを見ていきたいと思います。ということで、一つ目のポイントである怨霊たたり神っていうところになるんですけども、菅原道真についてはね、まあ、左遷をされて、まあ、失意の中ね、まあ、亡くなったと言われていて、で、まあ、その死後にね、まあ、性的だったりとか、まあ、多くのね、まあ、権力に近い人間が亡くなっていたりだったりとか、落雷事件みたいなこととかが起きたりとかして、まあ、怨霊としても恐れられて、まあ、日本三大怨霊の一つとされているような形になっています。怨霊たたり神であるということが、まあ、スサノオとのリンクするポイントなんじゃないかなと思っていて、で、まあ、その一つのキーワードとして考えられるのがヤマタノオロチですね。
で、ヤマトノオロチについては、まあ、先ほど言ったように、まあ、その地域のね、まあ、山の神っていう風にされていて、さっきはね、まあ、水の要素のところを触れたんですけども、まあ、水だけではなくて、まあ、雷の神っていう風に、まあ、されることもあるということですね。一方でね、まあ、菅原道真が祀られる、でまあ、天神っていうのは、学問の神以外に、まあ、雷神としてね、まあ、祀られているというような側面もあるということで、まあ、雷神を制した阿毛だからこそ、雷神であるね、まあ、梅崎の、まあ、ブラックトリガーを、まあ、使うことができるんじゃないかな、ということがまず一つですね。で、まあ、この怨霊祟り神っていうところに関してはもう一つ解釈が成り立つかなと思っていて、まあ、それはスサノオ自身が祟り神であるというところですね。で、まあ、スサノオについてはね、まあ、日本神話の神なんですけども、まあ、この他のね、まあ、神仏集合みたいな形で、まあ、いわゆるね、まあ、神道的なものと、まあ、仏教とかがね、まあ、混合して、まあ、一つのね、まあ、信仰になっていたりもするんですけども、まあ、そういったね、神仏集合の祭神みたいなものの、まあ、一つである八坂神社のね、まあ、祭神である御頭天皇っていうものと、まあ、スサノオっていうのが、まあ、同一視されていると言われています。この御頭天皇っていうのが、まあ、祟り神の代表格みたいな存在になっていて、その八坂神社の、まあ、祭神として、まあ、怨霊とかね、まあ、疫病神を、まあ、沈めて、まあ、退散させるための祭神というか信仰の対象として、まあ、崇められていたというか、そういった側面があるっていうことですね。で、まあ、道真のようなね、まあ、怨霊っていうものは分類としてはね、まあ、祟り神として、まあ、祀られているという形になってくるので、スサノオ自身がね、祟り神で、まあ、しかもね、まあ、その代表格みたいな位置づけになっているので、同じくね、まあ、怨霊祟り神である、まあ、菅原の道真のブラックトリガーを、まあ、使うことができるんじゃないかなというような、まあ、解釈がね、まあ、できるんじゃないかなということが、まずね、まあ、一つの視点としてあるのかなと思います。続いてね、まあ、菅原の道真の一族の出自っていうところも見ていきたいかなと思うんですけども、その菅原氏の始祖っていうのは、菅原の道真の、まあ、高祖父、まあ、ひいおじいさんですね、今あたる、まあ、菅原の古人という人物が、まあ、菅原姓に、まあ、名字を変えたっていうことですね。まあ、それで菅原氏を名乗るようになったんですけども、もともとね、まあ、その菅原氏は、まあ、恥氏っていう一族で、まあ、その恥氏の一族の始祖っていうのが、のみすくねという人物になります。で、まあ、そののみすくねは雨の穂妃という、まあ、神の14世の子孫というふうに言われています。まあ、イメージ的にはね、まあ、今の皇室がね、まあ、アマテラスの子孫と言われているのと、まあ、同じようなね、まあ、捉え方でいいかなと思います。で、その雨の穂妃は、まあ、アマテラスとスサノオの制約で生まれた、まあ、神のうちの一つというふうに言われていて、細かく言うとアマテラスが身につけていたものを、まあ、スサノオが噛み砕いて、まあ、吹いたことによって生まれた神の、まあ、一人みたいな感じになってくるんですけども、まあ、そういった面を踏まえて考えていくと、菅原のね、まあ、道真を、まあ、遡っていくと、まあ、スサノオに行き着くことになるんじゃないかということですね。そう考えていくとね、まあ、順序はね、まあ、逆になるんですけども、キャラ設定上はアモが子孫みたいな形になっていて、まあ、梅崎が子孫というような、まあ、構図になるということで、まあ、子孫である梅崎の化身であるブラックトリガーを、まあ、子孫であるアモが適合するというふうに、まあ、捉えてくると、まあ、そういったね、まあ、二人が結びついてくるんじゃないかなというのが、もう一個ね、まあ、その菅原一族の出自っていう視点で見えてくるポイントかなと思います。といった二つがね、まあ、主なポイントで、まあ、それ以外にもね、ちょっと気になるポイントがあるので、それについてもね、取り上げていきたいと思います。で、まあ、それプラスね、まあ、気になるポイントとして、まあ、タタラ製鉄っていうふうに挙げているんですけども、これについては、梅崎哲也に含まれる鉄の字っていうところが、まあ、気になるっていうことですね。まあ、確かにね、名前でこの鉄の字は使われたりはするんですけども、まあ、どちらかというとね、まあ、哲学の鉄だったりとか、そっちの字の方が、まあ、使われやすいかなと思うので、まあ、この文字自体にね、まあ、意味があるんじゃないかなという視点で、まあ、考えていったんですけども、ただですね、まあ、菅原の道真から考えていくと、まあ、鉄を想起させるエピソードとかも特にないですし、別にね、まあ、道真自身が、まあ、たたら製鉄とかそういったものに関わってるみたいな記録とかも特にね、まあ、調べた限りはないので、まあ、道真の視点からでいくとそんなに思い当たらないんですけども、まあ、そこにね、まあ、スサノオの視点っていうところを加えて見ていくと、まあ、出雲の地方っていうのは製鉄が非常に有名で、スサノオ自身が、まあ、異国からね、渡来した製鉄技術を伝える火事だったんじゃないかというような、まあ、説もあると言われているほどなんですよね。当時製鉄技術っていうのは日本国内で生まれたものではなくて、まあ、外側のね、まあ、朝鮮だったりとか、まあ、中国だったりとか、まあ、そちらの方のね、まあ、地域から伝わったんじゃないかと言われているので、それをね、まあ、先ほどのヤマタノオロチのね、胎児の視点から考えていくと、ヤマタノオロチのね、まあ、尻尾から雨の村雲、刀が出てきたということで、この地域っていうのが鉄が取れる場所なんじゃないかっていうことをね、まあ、示唆しているんじゃないかっていうようなね、まあ、そういった説もあって、それプラスですね、まあ、その地域の山の神であるオロチを退治したっていうことによって、そのね、まあ、鉄の生産地の、まあ、治水みたいなことをうまくやったことによって、まあ、その土地を平定したんじゃないかっていうような点からね、まあ、鉄っていう側面でも、まあ、スサノオがね、まあ、その地域を安定させたというような、まあ、解釈もできるということが、まあ、あるということですね。まあ、そういった点をね、まあ、踏まえていくと、まあ、かなり深読みかなとは思うんですけども、アモとのね、まあ、接合点として鉄という字を使ったんじゃないかといったことが、まあ、考えられるんじゃないかなということですね。まあ、それ以外にも関連しそうな要素っていうところで見ていくと、まあ、ヤマタノオロチから出てきた雨の村雲は、まあ、別名でね、まあ、雨
つかみと呼ばれるような、まあ、呼び方もあるんですけども、そのね、まあ、天つかみを漢字表記をすると、まあ、天に神で、まあ、天神っていう書き方になるんですけども、菅原道真についてはね、まあ、天満宮で、まあ、天神として祀られているということで、スサノオがね、まあ、オロチを退治して手に入れた、まあ、刀の名前と菅原道真がね、まあ、怨霊化して、まあ、その後に神としてね、まあ、祀られた時の、まあ、神の名前が天神っていうところで、まあ、リンクしているんじゃないかなというようなところがね、まあ、あるんじゃないかということですね。といった感じでですね、まあ、この両者っていうところで非常に今開きが多いのかなと思いきやね、まあ、意外と関連する要素もあるんじゃないかなということで、今後ね、まあ、もう少し断片的でもいいのでね、まあ、アモの情報が出てくると、こういったね、まあ、考察の方向性がね、意外とね、一致するのか、いや全然違う明後日の方向なのかっていうところもね、まあ、分かってくるんじゃないかなということで、今後ねまたねアモの情報が出てくるのをね楽しみにしていきたいかなと思います。あと最後おまけをやって終わりにしたいと思います。ということでね、まあ、今回のおまけについては、アモーとオッサムということで、まあ、以前ね、沖の会だったりとか、まあ、あるいはネット上の中でもね、オッサムのね、まあ、モチーフは、まあ、出雲の国づくりの神として有名な大国主なんじゃないかというふうに言われていると思うんですけども、まあ、その大国主の前に出雲を治めていたのが、まあ、スサノオであるということで、まあ、そういった点で考えていくと、アモーとオッサムのね、まあ、キャラクター設定っていうところの間柄でも関連性が高い両者になってくるということで、まあ、その辺を少し考えていきたいなと思います。ということでね、まあ、さらっとね、まあ、神話の中でのね、大国主と、まあ、スサノオの関わりのところをね、触れていきたいと思うんですけども、以前、沖の考察会で、まあ、紹介している、まあ、稲葉の白ウサギの話の、まあ、より後の話になってくるんですけども、このね、まあ、両者が関わるきっかけになるのが、まあ、スサノオの娘であるスセリ姫っていう、これも神ですよね、に、まあ、大国主が一目惚れして、まあ、このスセリ姫も大国主に惚れるっていう形になるんですけども、それによってね、まあ、大国主と、まあ、スサノオが、まあ、出会う形になって、その後にね、まあ、なぜかスサノオからね、ちょっと理不尽ないろんな試練を、まあ、大国主が与えられて、まあ、その試練を、まあ、いろんなね、まあ、起点を利かしたりだったりとか、まあ、そういったことによって、まあ、大国主が、まあ、クリアをしていって、で、まあ、最終的にね、まあ、スサノオのところからね、まあ、逃亡を図る形になって、結果的にね、まあ、スセリ姫とね、まあ、結ばれることを認められたりだったりとか、まあ、出雲の国の支配を認められたりとか、あとは、まあ、スサノオ自身のね、まあ、武器とかそういったものを、まあ、譲られるみたいな形になっていくんですけども、まあ、そういったスサノオと大国主の間にね、あるエピソードっていうところを考えていくと、まあ、以前沖の回でもね、まあ、沖が今後ねオッサムのまあ評価を上げるような一つのね、まあ、キーパーソンになるんじゃないかみたいな話をしたと思うんですけども、アモー自身もまあオッサムのね、まあ、キーイベントに関わる重要人物の一つになるということが、まあ、もしかしたらあるのかもしれないということですね。ただね、まあ、オッサムは弱いんで、果たしてねアモーがオッサムに対して興味を抱くのだろうかっていうところもね、まあ、ちょっと個人的には気になっているポイントですね。ということで、今後オッサムとアモーの開口の瞬間というのも楽しみにしていきたいかなと思います。ということでね、まあ長くなりましたけども、今回のアモー会については以上になります。あとね、まあアモーに関してはアモー関連のまあちょっとした謎系のね、まあ軽めの動画になると思うんですけども、まあそれをねちょっと間を空けてからやって、一応ね、アモーシリーズは終わりにしたいかなと思うので、またねおいおいよかったらお付き合いいただければと思います。ということで、どうもありがとうございました。